皆さんこんにちは、クルトです。それでは「ハリー・ポッターと賢者の石」実況プレイパート23だったかな、やっていきたいと思います。さあ初回からただならぬ BGM なんですが、あのあとスネイプの魔法薬の授業が終わり、その後ロンと会ってハーマイオニーを助けに行こうというトロールから逃げようゲームでしたね。あれがちょっと何回も死んでグダったんで、カットして、今ちょっとトロールと最後の対決に行こうとしてます。ということで、まあとりあえず早速行きましょう。いきなりこんなただならぬ感じですね。聞こえねえし。もう打ちまくりですよ。もうローンのことは知ったこっちゃないって感じです。こっちにいればいいのか。もうこれはただの連打ゲーです。呪文連打、トロールからの逃げゲーは死にましたね。もう嫌ってほど死にましたね。早くロン、早く落として、あのコンボ落としてくんない？レビューはさ、早く落としてくんない？物もないのにカーソル表示されるから撃っちゃうんだよっていう。早く、もうただの連打ゲー。あぶね危ね。ああロン、ごめんごめんハリーは無傷なんです。早く、トロールもね、頭の上のコンボに物ぶつければいいのにね。そんなに甘くないですかね。もう煙で何が何だかわからない。お、終わった。はい、死んでない。耳動いた今。クィディッチだ。じゃあクリッチは前回1試合目をカットしたので、今回はノーカットでお送りしたいと思います。カットとか言って撮ってないだけなんですけど、5分ぐらいで終われたらいいな。ぐだるときはほんとぐだるんでね、クリッチって。てか操作方法もあまりよく覚えていない。やべやべ、なんかブラッチャー来てた。あっちだ。おー、危ねえ。いや、ブラッチャーやだ。どこ行った？クワフル、レイブンクローが持ったまんまなの。近づいていきますけど、黙っちゃった。本当向いてないかも実況。でも輪っかと
か関係ないですからね。どこ？あれ消えた。うおー、ちょっとやめて、怖い。あっちだ。輪っかとか関係なしでただの接近なんですけど。ブラッチャーは死ぬほど痛い。自分が当たるわけじゃないんですけど、ゴールポストが邪魔だ。どこ？あ、これグワフルだった。どこ行った、どこ行った。あ、これだこれだ。あ、もうこれほんとグダる。今回グダるぞ。スニッチとの相性が悪いぞ。いや、勘弁勘弁。ブラッチャしつこい。ちょっとこれやられてもやり返せないんですよね。それどうも。もうガチで悔しいですから、これ。もう早く掴ませてくれよ。おー、足取った。よかった、終わった終わった、やったー。あ、これ綺麗だ。一番高い塔に向かった。ハリーは透明マントがキュリチやキュリチの猫ミセス・ノリスから無事に身を隠してくれることを祈った。一体なんだ。はい、ではそろそろこれが終わればラストステージです。それでは今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もよかったら見てください。クルドでした。